あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。コメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいりますえ。今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリスト、峰村健二さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いしますえ。まず株と株式の値動きをお伝えしておきます。十4日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価。前の日と比べ151ドル91セント安い3万 え、飛び364ドル83セントで取引を終えました。え、ハイテク銘柄中心、ナスタック総合指数は19.12ポイント上がって、1万飛び828.35でした。え、一方で、円相場は1ドル135円50銭付近で取引されております。で、え、まず、ダウ平均ですけれども、15日に、え、アメリカの金融政策決定の会合、え、FOMC、え、連邦公開市場委員会の え、結果の発表を控えまして、まあ、あ引き締め、えー、警戒の売りが優勢だったということであります。ただ、ま、会合後の相場の反応を読めず、ダ、え、ウ、ー、平均下げ渋る場面もあったということであります。でえー一般 一方で、円相場の方は、あの、アメリカの国債の金利、長期金利が、まあ、上がってきたということで、日米の金利差から、あこれ、えー、ドルを買うと、いうような動きが広がったと言われております。足元135円50銭というところをつけております。えー、では、取り上げるニュースはこちらです。米中交換会談、台湾巡り、中国がアメリカを牽制。 アメリカホワイトハウスで安全保障政策を担当するサリバン大統領補佐官と中国で外交を統括する楊潔氏政治局委員は13日ヨーロッパのルクセンブルクで会談しましたアメリカ側が台湾をめぐって中国の攻撃的な行動などへの懸念を伝えたのに対し中国側は台湾問題は両国関係の政治的な基礎に関わりうまく処理できなければ破壊的な影響を与えると強く牽制しました で対話を通じた関与に関しては一致をしたということなんですが、これ、4時間半には及んだなかなかですね、これ、相当長い時間ですし、えー、本来、これ、まあ、外交を携わるこの楊潔知氏にしては、だいぶ強い言葉だなというのが印象的ですよね。あ<ー>まあそれでいうと、この間のシャングリラ・ダイアログの時も、やはり私、はい、国防大臣の魏鳳和さんの言ったこのセリフですね、えーえー、台湾を中国から分裂させようとするものがあれば、中国軍は一戦も辞さない。 これ、かなりこれは、私もいろもう十数年取材してきてますけども、はい、もうなんか、行くとこまで行っちゃったなっていう強い言葉ですよねでいかなる、いかなる代償も惜しまないんだっていうことを言ってるので、これはまあこれまでよりももう明らかにテンションが上がってるっていうことのですよねこれね。あのー 中国の国内の話などなども、こう、あり、えー、まあ、やっぱり中国側というか、その出てくる人たちっていうのも、なかなか、あの、ここで融和的にはなれないっていうのはありますかなれないですね。で、今、こう、米中の、こう、両方の関係者に聞いてると、本当にこのかなり発表はされてないけれども、はい、いろんな、この戦闘機同士とか、えー、艦艇同士のニアミスが起きてるんですね。で、これも、いもう、い 私が聞いてるだけでも4回から5回、かなりこう、際どいケースがあったというふうに言われています。この間、ね、記憶に新しいところだと、オーストラリアの哨戒機に対して、ね、あ,あの中国の戦闘機が、しかもあれ、着風と呼ばれるね、フレアと。フレア要はあの、あれって要は、 あのチャフもそうですねもう要はもう、ロックオンされて、もうそろそろ危ないと、撃たれるっていうので、目くらましで出すものなんです。はい、ってことは、もうあれは撃たれててもおかしくなかったわけですよね、でしかも南シナ海ということですし、これ、もあれ見たときに2001年の海南島での衝突事件、同じですよね、あれもアメリカのこの え、偵察機と中国の戦闘機っていうところで言うと、で、さらにあの時は、あの、アメリカの大統領選挙の、ま、さにその政権交代の時期、今回はオーストラリアの政権交代の時期って意味では、もうまさにその、権力の空白をついて、 その後に来る新政権に対する一発ジャブジャブジャブじゃないですよね。もうあ、うん、そこまで行くとゴ、うん、ラー、うん、ってこのパンチを食らわせて引き離せるかかっ,っていうとこですよね。これでもかつてね、その2001年あの当時はその現場のパイロットとかがもう技量を見せつけるんだ俺はみたいな感じで結構こう跳ね上がりがいたっていうような話をしていて、でもう20年経ってるから、はい、技量も上がってるんじゃないかという指摘もあったんですが。どうですか当時は私もあの当時の海南島事故を扱って た人間にあの取材をしたことあるんですがやっぱりその跳ね返りです22歳か3歳の若いパイロットがいわゆるその愛国心じゃないですけども あのふざけんなこのアメリカの飛行機に対するこう、うわーっとこう自分の,この技量を見せたくてやってみたら、うん、やっぱりポンコツでダメだったっていう話らしいんですね。はい、なんですけども、も今もう本当にこの、えー、自衛隊の幹部なんかの話を聞いてると、相当、その練度が上がってる、パイロットの,その操縦の練度も上がってる、さらにはその飛行機の機体自体も良くなってるわけですよね。はい、であのこちら F-15 をそれこそ何度も何度も改良して使い回してる。向こうはこの新型のものがどんどん出てきてるっていう状況、数、質ともに、だん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 日本側、アメリカ側に追いつかれてて、そろそろ追い,もう追い抜かれてる部分もだいぶ出てきてるというのが今の状況ですよね。うん。そうすると、そういう威嚇とかっていうのも、うん、ある程度こう、オペレーションの中で上から命令されてやってる可能性もあると。これも、あの、私断言できます。これはあ,<ー>あの、私、北京に行った時の2014 年あ北京から帰った後ですね、2014年にスクープをしたんですけれども、はい、実は中国共産党の中で、えー、海洋権益焦燥という焦燥、非公式のものなんですが、これを作ってるんです焦燥、小さい組とか、ね、小さいそうですね、あのはい、スモールリーディンググループですかね、うん、要はそのミッションごとに、えー、派閥をあの省、省庁横断で、はい、あの取り組むというものなんですが、これ、トップは実は習近平国家主席なんです。うん なので、これはもう、え、例えばですけど、尖閣あたりとかの、この、出してる船とかなんかも全部その現場で、え、モニターで見ながら、その、まさにあの、アメリカのホワイトハウスのシチュエーションルームと一緒ですよね。はい。あれで見ながら、こう、やってるって話を当時聞いたんです。ってことは、これはもう、例えば、一部の軍の、え、部隊が、 こう、愛国心からとか野心的にやってるとか、えなんか暴走してるって話は言う、言う、言う人いますが、これ僕は違うと。これはもう完全に党の指示。さ、もっと言うともう習近平氏の指示。で、やってる。僕はもうこう言っていいと思います。と、これはもう2014年、15年からもうそういうふうに変わってます。なので、その2001年みたいな跳ね返りが出るってことはない。うん。今こう出てきてるものってのは極めて政治的なメッセージもあるし、これはもう、 中国共産党の総意なんだっていうことになりますね。うーんえー、中国が、津馬海峡で、えー、ミサイル駆逐艦などがあー昨日抜けていったと。で、一昨日日曜にも情報収集艦などが津馬抜けていったと。で、これで思い出したのが、倒幕があの別方面からなんですけど、はい、ロシアの情報収集艦が 宗谷海峡から西方面に抜けていったと。これ目的地としては似たようなところになってきますよね。結構被りますね、これは。で、もうこれ多分二つの意味があって、一、はい、つはやはりこの中国とロシアの軍の連携ができてるぞと。日米、うん、お前らより俺たちはちゃんとやってるぜっていうのを見せたいっていうのが一つ。で、もう一個こっちが深刻なんですけども、要は背中から日本を 狙っっててるよってこれなんですポイント<ー>は,ントは、うん、今までってこう中国の、まあ、特に尖閣周辺、南西諸島、沖縄から向こう側だけ見てればよかったんですね。うんはい、ある意味、その日本海とか北海道の方の脅威ってのはほぼなかった状況だった、続いてたのが、これも日本海の方まで進出してくると、日本の自衛隊のリソースが2つにこう分かれてしまうわけですね。はい、こうなると今でさえ パもうカツンカツンの状況なのに、振り分けると、日本海のようにも振り分けるってなってくると、これ相当難しい、この防衛。 が求められるようになってきますねうん本当、今まで南西シフトっていうのはずっと言われて、しかも実際にそれに沿った形で、えー、戦力の整備っていうのを進めてきたわけです、ね、そうなんですよね、だからせっかく、ね、今までこう北にあったものをどん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 ,どんこの南西に移して、中国に対抗するぞと思ってたら、後ろから狙われてるっていう状況で、まあ、これ実際もう、もっと言うと、北朝鮮のあのとロシアと中国がこう3つ混じるところに、ラソンというところがあるんですけど はい、ここにこの港があってここをどうもその中国とロシアが咀嚼というまあそしじゃないですまあその借りてると港を借りてるような動きもあるんです。うこうなってくるとそっからもし 北側ですね、朝鮮半島の北側から中国とロシアの船がバンバン出れるようになってくると、もう日本海が実は今度正面になってくるっていう、この極めて最悪のシナリオになりかねないっていうのが今の状況ですよねあの地図を見ると、朝鮮半島から北朝鮮の領域っていうのがこう、日本海に沿って伸びていますが、直接ロシアと国境を接していて、はい、中国はそこに出口を作っていないっていうのが今まで言われたことで,そうな,んですなかったから良かったんです。 ね、なかったから、このなかなか出てこれなかったんですけども、もしその東側に何かもう港か何かを作ったら、そこからどんどん出撃できるっていう状況ですよねうんで北にはウラジオがあって、そこには太平洋艦隊が、はい、ロシアはあるわけですよ、ね、あると。で特にその辺のラソンとかあの辺ってふとあの、凍らないんですね、冬でも。だからもう、冬でもバンバン出てこれるってなってくると、もうどうこの国を守るんだっていうのは、もう今から考えるだけにもう、あね、うん、もう。 頭が痛いですよね2%はなんだっていう防衛費の議論が果たして間に合うかですよね。そうあのもう本当に競りじゃないんですよね、これって、値切りの話じゃないんで、2%なのか5%なのか10%なのか,1なのか、なこれ、価格ありきじゃなくて、そもそも今みたいなそういう状況があと何年後に来ますと、だからわれわれの今の装備はこれだけ足りないから、ここをどれだけ増強しなきゃいけないっていうふうに考えない、あとここはカットしなきゃいけないっていうふうに考えて、結果として、 2. 2点何パーなのか、1. 点何パーなのかって出てくるものなのに、えー、いきなり1、2、2はちょっとあれだから、じゃあ1.5とか、そういう話じゃないんですよね、えー、下から積み上がっていかないですもんね、ねでもう一つ、まああのー、この、ね、中ロの話等と、後ほどまた世界出場の話のところでも伺おうと思っておりますが、えー、もう一個、ですね今日6月15日、どういう日かというと、習近平氏の。 69歳の誕生日だと。そうですね。69歳ですね。これはなかなか痺れる数字で、年齢で。はい。あの、中国共産党の中の規則で、えー、68以上の人は引退。 67あ以下の人が残れるっていう規則が2000年代の初めからできてるんですね、はい、それで考えると、僕、習近平社は、はい、さよならだという年齢になってるってとこなんですが、まあ今回、国家主席の任期も撤廃してることもあり、でこのなあくまでこのルールって内、内部での規則なので、今の習近平の力で言ったら、そんなもの知るかってやる可能性もあると。 いうところでこの69というこのじわっとしたこの誕生日をなったまま今度11月のこの党大会にどういうふうな動きを出るかっていうところですね注目点ですそれでもって今、ゼロコロナで経済こけててで結構、中で不満がたまってるぞなんて話出てきてますよね。ままってますよねこれはもう本当に あのー、相当このロックダウンされてる市民たちからのこの怒りの声っていうのも出てますしそもそもこのゼロコロナっていつまでやるんだっていうこの不満は高まってますであとはもうこの経済ですね経済でもこのサプライチェーンからこの創業製造から物流からもう 止まってますので、このダメージって今指標はまあちょこちょこ下がってはいるんですけど、まだ大したことないじゃないかっていうふうに専門家を見る方もいるんですが、はい、こういうサプライチェーンとか、この物流のこう影響っていうのはもうじわじわと出てきますので、ちょうどここから11月にかけて景気がどんどん悪くなるってなってくると、はてじゃあ本当に習近平氏は3期目いけるんですかっていう状況になりかねないという今、今情勢ですね。 おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらですジャーナリスト峰村健司さんに聞くポストウクライナ戦争 ロシア軍はウクライナ東部ルハンシク州の完全掌握に向け激しい攻撃を続け、激戦地となっているセベロドネツクでは街の中心部につながる橋が破壊され包囲される恐れが出ています。こうした中、今日ウクライナを支援する国々がベルギーで会合を開く予定で、ウクライナからは国防大臣が出席し、兵器が不足している救助を訴えるものとみられます。 この時間はジャーナリスト、ミネムケンジさんに、ウクライナ情勢の現状とポストウクライナ戦争のロシア中国について詳しく伺ってまいります。えー、ということでですね、この、ま、ウクライナ情勢について、はい、ま、ああ、これがね、世界を変えるんじゃないかというふうにも言われておりますが、ミネムさん、あの、 これについてのレポートっていうのをこうずっと執筆されていたと、まあ来週あたりいよいよ世に出るということですかそうですね。あのもうずっと独立後書いてた、あの取材、はい、特に取材ですね。で書いてたものが来週月曜日の週刊ポストの方でですね、はい、え集中連載という形で、タイトルがもうプーチンと習近平ともそのままなんですけども、はい、で、副題が世界で最も危険な二人という、 内容になります、はい、世界で最も危険なあの一番やりたかったことを私は、まあ、あの一番書きあのフリーになって書きたかったことなんですけれども、はい、特にやはりそのどうしても国際政治っていうと国。 のこの国の気候とか国同士の関係って見てしまうんですが私はやっぱりこの人にフォーカスするのがすごく重要ですね。だだ重要だし好きだと好きなんです個人的にもで。その中で言うとやっぱり今みたいなこの習近平プーチンというこのリーダーっていうのはある種極めて独裁的なわけなんです。はい、なのでこの独裁的な人が何を考え何を思い、うん っていうことを考えるこれって学問としてちゃんとこう確立はされてないんですが実はその例えばアメリカの情報機関 CIA なんかがよくやってるんですけども、はい、プロファイリングっていうものですねその公開情報とか、えー、その人に会ったことある人からこういろんな話をインタビューして、はい、その人の人物像とか考え方とかをこう,こう作っていく予測していくってやり方でこれ実はそのトランプ 前政権の時に、アメリカが、あのトランプ政権が北朝鮮とこう国交を正常しようかという、まあ、この首脳会談をやろうかといった時に、やろ。 やったことなんですね。それがプロファイリング、キム・ジョン,ン氏のプロファイリングっていうのを試合がやったんです。この手法をちょっと招いてみようと思って、あの、やったものなんですね。当時で言うと、えー、そのキム・ジョン氏に、えー、会ったことがあるスイス留学中の、えー、だいたい同級生、先生とかって200人ぐらいいるらしいんですけども、この人たちにインタビューして、当時キム・ジョンは何を言ったんだとか、何を食べたんだとか。 っていいうことと聞く彼がとをやった,とで彼が、えー、った公開情報っていうのを分析してどういう,う人なんだっていうのをやったっていうのを今回そのプーチン、えー、習近平に当てはめてみようというかなり壮大かつ無謀な試みになりますいやでも食べるものとかっていうのも重要なんですすねね重要です、ね、あとはやはり一番重要なのはその読んでいる本とか。 はい、あのやはり本が重要ですよね。あそれが思想を形作,る形作るものがあったりしますし、うん、だから私もあ,のあれで最近その、たまに習近平氏の,この執務室の映像なんかが出るんですが、その裏にあるこの本をずっと見て、<だ>のこの本はこうだと。 っていうのははこれはもう23年かけてやってるんですけれども<ー>この本が微妙に位置が変わったりとかするんですねなるほど、えー、の中でも全然変わらない本が実はあったっていうのを見つけたんです<ー>で、そっから読み解いて彼あの習近平がどうも好きだっていう本らしいんと好きだからこそずーっと残ってるってこと,じゃ,いていとじゃあこの本を読んで実際私も読んでみてあなるほどどうしてここが好きなんだあこの部分って習近平氏が真似てる部分だなみたいなのをこうそれもプロファイル ファイリングしてやっていくというのをこのえっと五回ぐらいの連載でやっていこうかなと思っています。でまあ東アジアにまあ住んで生活をしている我々からするとやっぱりこの中国の動向、習近平氏というところが注目されますが、はい、ま今世界的にはウクライナ戦争の話でプーチン氏の動向というのが注目されてますが、どうなんですかこの2人っていうのはそもそも論として仲いいんですか。 仲いいですね。めちゃくちゃ仲いいですね、いいすねここは。うん、で、逆に言うと、この仲の良さが私、命取りになるんじゃないか。双方の命取りになるんではないかって仮説を立ててます。双方の命取り、はい、まあ、特にです、習近平氏の命取りになるんじゃないかと。あ、そうですか。はい。今む、むしろなんか追い詰められてる、イメージでね、追い詰められてるのは、プーチン氏なのではないかと。まあ、これだけ戦争を泥沼化していったら、はい、もうそ、それこそね、で、プーチン氏ももう69、70近い。えー その辺の健康状態だとかもいろんなこと言われてるしというところなんですけど。 これ実は、あの、短期的と中長期的にちょっと分けなきゃいけないんですけども、短期的に見た場合ですね、ええ、今この極めて中国ってロシアにどん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 寄ってるわけですね。もう今でもこう、ロシアを支持の姿勢っていうのは、まあ、あの、変わっていないと。で、これどん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 これロシアを支持する、あの、態度を変えないまま戦争が長期化する、さらにもっと残虐なことをロシア軍がやるとなってくると、ころ国際的な批判がロシアに高まるだけではなくて、それを支えている中国にも 影響が出ると。うん、なってくると、ベラルーシ、あのロシアの同盟国のベラルーシが受けているような、この二次的制裁っていうものを受ける可能性もあるというのは、うん、これ実は中国の中でもこれまずいんじゃないのっていう議論は実は起きてるんですね。あ,あまりこれ以上、あの、ロシアに乗りあの,のめり込みすぎるとまずいと。で、ロシアこれ負けたらどうするんだっていうところですね。で、うん、議論はあるんですけども、これなかなかその声が出ないのは実は、うん トップである習近平とプーチンのこれあの二人は仲いいよねってみんな知ってるわけなんです。親分同士仲いいからあんまり水出すこと言えねえよな。いなかなか言いづらいですよね。それだから本当はあの親分があの好きだって知ってるのにいや、プーチンやばいっすよってこれなかなかやっぱ言えない。さらに今みたいなこの習近平もう超一強体制の段階で、親分やばいっすよって言った瞬間に、はい、じゃあお前明日半腐敗ねって。 逮捕するよってなりかねないわけですね。なってくると、これ実はすごくその習近平氏とその下の政府の人たちに大きな溝が今流れてるんではないかというところをこの分析をしていこうと。 思ってますでもっと言うとじゃあなんでそもそも今飯田さんおっしゃった通り、はい、この2人はそんなにあの仲がいいんだと一<ー>人じゃブロマンスっていう人もいるんですけどもん<ー>なんじゃこのブロマンスはどっから来てるのかっていうのをもうそれこそ十数年前からこう遡ってもっと言うともっと前からこう遡って、えー、ひも解いていこうと思って おりますお国で考えても、このロシアと、まあ、かつてのソ連と中国っていうのは、はい、まあなんというか、くっついたり離れたりを繰り返すような、でえー、実際に国境を巡って紛争までやってる国ですよねやってますねで、本当に私いた頃2005年、中国にいた頃なんかは、はい、ほとんどロシアのことなんてどうでもいい、あんな国って、もうどうせ没落する国だよねみたいな感じで、ロシア専門家ってあんまりいなかったんですね、中国国内に。いななかったたででです、ねね、なののそこでまたこま急にロシアっていう のが一気に出てくるで、貿易量も実は習近平氏が国家主席になってから今までってもう倍ぐらいに増えてるんですね、中ロの貿易って。で、あの武器の、えー、購入量、中国のロシア製の武器の購入量もすごく飛躍的に増えてるって意味では、この今は中ロ関係ってのは、まあ、かつてないぐらい今、いい関係になってると。 いう状況なんですねだからおそらくこれ、歴史上見ても、ここまで中ロがくっついたことっていうのは、多分ないんです、ね、はでも、他方、今、ウクライナ戦争をやっていて、そのウクライナと中国っていうのも、これ、経済的な部分だとかって、がりあったんですよ、ね、非常にここも関係、経済だけじゃなくて、軍事的にも、あの今、の最初の空母のリョ号なんていうのは、はい、あのワリアーク号っていう、ウクライナにあった空母をまあ買って。 改造してるんですね。うん、あウクライナもう本当は大事にしなきゃいけない。中国の伝統的な外交で言うと、ウクライナも大事にする、ロシアも大事にするってやらなきゃいけないんですけど、今は完全にロシアにベットしてるという状況ですよね。伝統的な外交っていうのは、やっぱりこう、ある意味ちょっと引いたところで、 あんまりコミットしないっていうのが中国の外交だったそうです。あの、あの東小平以来やっぱり同盟はしないっていうところっていうのは、これずっとこの自主外交同盟しないっていうのはずっと言われてるんですけども、今もう中ロ、この間の2月4日の中ロ共同声明なんか見てるともう同盟、ね、冷戦期の同盟よりた俺たちはもっとすごいんだみたいなこと言っちゃってるわけですよ。さらに禁じられた分野もないんだ、我々には。 って言ってるってこれも同盟よりすごいってこと言ってるわけですよねなのでこれっていうのは中国の基本的な外交原則にも反してる逸脱してることを実はこの習近平プーチン2人はやってるとその一体その 源泉はななののかかといううを少しずつこう探っていこうかなとで実はこれ、非常に大事なことで、そのウクライナ戦争後、まあ、まだ長期化しますけど、ウクライナ戦争後の世界を考える上でも、この2人の関係、両国の関係で重要なんですね。例えば、じゃあ、ロシアが、えー、優勢で終わろうが、劣勢で終わろうが、どっちにしても今もう、あのいわゆるアメリカとか欧米諸国とのこれまでみたいな貿易ができなくなるってなると、ますます中国に依存が高まってくるわけです。でこうなってくると、えー、中国ロシア どどんどんくっついていくと、はい、でさらにあの他の、えー、NATO 周辺の国なんかもやっぱり頼れるのはアメリカだよねって今なってるわけですねだからアメリカにどんどん近づく陣営が生まれるとなってくるとこれまたかつての冷戦のような二極化構造に私はポストウクライナ戦争って行くんではないかって仮説を持ってるんです、うん、うんそうなった時にやはりその敵側であるこの中ロブ陣営を見ていくっていうのは重要なんだと思っておりますなるほど続いて「教えてニュースキーワード」です 感染症危機管理庁政府はこれまでの新型コロナウイルスの感染拡大に続く医療公衆衛生分野の危機に備えて感染症危機管理庁を内閣官房に新設する方針を固めました総理直轄の司令塔として関連組織を一元化し指揮命令系統を明確化して対応力を強めるとのことで今日にも岸田総理が表明する見通しです で、これと合わせて、国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合して CDC、アメリカ疾病対策センターをモデルとした日本版 CDC 作りにも着手をするということだそうです。まあこれね、確かに岸田総理、健康危機管理庁でしたっけなんか、あの、総裁選の時にはそんな話をされていたなということは、うっすらと覚えてるんですが、 いや、この私今回のコロナを受けて、この日本版 CDC っていうのは、これすごく重要なことだと思います。で、私もアメリカ、ワシントンに行った時に、この CDC っていうのを取材したことありますけれども、まあ、でかいです。でかい。だいたい海外にもあの何人もあの要員を置いていて、1万4000人ぐらい要員がいるんですね。予算が年間8、日本円で8500億円ぐらい。 いいう意味ででは相当でかい組織になりまもともとこれ一番重要だと思うのが、はい、この CDC アメリカで CDC ができた理由ってきっかけっていうのは実は朝鮮戦争なんですね。<ー>朝鮮戦争で実は北朝鮮側があの生物化学兵器を使うんじゃないか特に生物兵器を使うんじゃないかっていうリスクがあったのでそれに対処するために作っ たものなんですもともと安全保障の安全保障のものなんですで特になのですごく cdc のこの人たちの動き方っていうのは極めてこの安全保障マインドに基づいたものなんですね<ー>なのでそこはこう全然このえっと国立感染症研究所とは全く似ていなるものだっていうのがまず第一ですはい。なのであとこのやはり日本でも今回コロナがそうでしたけどもこれもある種まあ中国なんかよく言ってますけどこれある種のも コロナってのは戦争なんだっっていう位置づけですよね、はい、やっぱり戦時体制にすぐ持ってって、この感染症とどう戦うかっていう、このマインドって、やっぱりこの戦争的な体制なり、マインドっていうのは、すごく必要なんだろうと思います。なので、今、日本は結果として、すごく感染者、犠牲者もあの抑えて、ある意味、これ、戦勝国になってもいいんじゃないかって人あのあの、その一か国だと思うんですね。こ、はい、ここにこのの的なものをしっかりこう入れてくると もっとこの感染症に対して強い国になるんではないかというのは期待はしてます。うん。まあ、もともとね、このコロナ対策というもの、まあ、官邸があって、厚労省があって、で、えー、まあ、厚労省の中にも専門家組織があって、官邸の中にも専門家組織があってと。はい、で、地方自治体に対しては総務省がいたりとか、もう各省いろいろやってて、これがなかなか横口が通らないと。お官邸がこれやれって言ってもなかなか動かないと。 いろんなこと言われてましたけどそうですよね。これある意味私いろんな日本政府の関係者に話聞いていると、たまたまあの偶然あの国家安全保障局、NSS に経済局っていうのを作ったんですね。はい、で、実はこれ経済局は別に感染症やるために作ったわけじゃないんですが、ここが立ち上げた直後に起きました。で、それによって、えー、厚労省とかぐちゃぐちゃやっていたのを、この NSS の経済班がそこを仕切って、 うまくそのマスクの調達をやったりとか、あの海外にいる法人の救出のオペレーション、難しいオペレーションをやったりってことで、外務省とかいろんなこの省を動かしたって、これ、奇跡的にある意味、この NSS の経済班があったからできたんで、あ,じゃあその話聞いてるもしなかったらどうなってたんだろうっていうふうに思うぐらいの、多分惨状になってたんだろうと、うん、いうことを考えると、やっぱりその NSS だけではなくて、そのプロ集団である日本版のこの CDC っていうのがある。 <と>はい、もっとこの厚い層の厚いこの対策なりが取れるんだろうというふうに思いますうんあの先ほどアメリカの,の CDC で、まあ、安全保障対応のっていう話がありましたけどまさにその本当の有事が起こった場合にも事態対処方針っていうのを立ち上げ作って、はい、でそれに沿ってまあ政府一体となって動いていくっていう、まあ、今回コロナでそれを出してでいろいろこう紆余曲折ありながらも動かしたって っていうこの経験のフィードバックっていうのは絶対必要でよね。必要ですね、うん、あともう一つ重要なのは、やっぱりインテリジェンスなんです、<ー>情報収集、これ、実は CDC はそれもやってるんですね、で今回の,あの武漢で最初にこのコロナが出た時も、はい、北京とか、まあえー、北京にいるこの CDC のスタッフっていうのは動いて、この情報収集をやってたって話は後で聞きました。だかかから、えー、と中アメリカ側があのコロナのののななんかおしかしいいっててうのをキャッチしてたのはあの発生 する前の年の12月の初旬もしくは11月の下旬には把握してたって話を当時のアメリカ政府の関係者から聞いたんです<う>それもやはりその一つ CDC の動きっていうのがあのどうもあったみたいですね CDC の要因ってそれはアメリカの大使館とかそういうところにいる,大使館にいるみたいですなるほど、はい、そういうところまで考えなきゃいけないんですよね、うん、そこもないとあれなんかこんなの起きちゃったって騒ぐようなことになってしまうと。 続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スキップ,アップ日米韓対北朝鮮年頭に、8月にミサイル対処訓練か。 韓国国防省は昨日、ハワイ沖などで8月までの日程で実施される多国間海上訓練、リムパック、韓太平洋合同演習に合わせて、対北朝鮮を念頭に置いた弾道ミサイル探知追尾訓練を日本やアメリカと実施する方針を明らかにしました。 連合ニュースによりますと、ハワイ沖で8月の1日から14日に行う方向で調整されているということです。この共同訓練実施については、シンガポールでの参加国の防衛国防大臣会談の中で、えー、合意していたんですかそうですね。うん、で、今回あのアメリカ側の、ま、発表なんかを見たら、えー、26カ国、 から参加するとする、はい、こといこでした日本ももちろん参加しまして出雲が多分行くんじゃないかとはいわれていますね、ト、えー、パッまあそこはいいんですけど、私、実は一番注目してたのは、はい、台湾が参加するかどうかっていうので、これも目をさらにして、はいえー、この名簿を見たら、台湾ってどう見てもないんですよね。うん 実はこれ本当は昨年の12月に、えー、アメリカの国防権限法という法律ができました。はい、で、この中ではこのリムバックに台湾も招待しましょうっていうことが書かれてたんで、あ、もう私てっきり、あ、今年は呼ぶんだろうなっていうふうに思ってたんです。ところが今回呼んでない、名簿にないってことは、どういうことかというとこですね。これひょっとしてバイデン政権がなんかひよったんではないか。 っていうところはありますね。やはり台湾を呼ぶのはちょっと刺激。 中国刺激してしまうっていうことで、はい、日和った可能性もあるんではないかっていうのは、ちょっと懸念はして、今も取材をしてるところですうんこれねあの、オブザーバーの形でもなんでもね、あの形は、まあ、とにかくとして呼ぶべきなんじゃないかと、これあ、むしろアメリカの議会はそう言ってるわけですよね、そうなんですよねだからまあ、名簿にないので、ひょっとしたらオブザーバーとかなんかあるかもしれないですけれども、どそこじゃやっぱりね、あんまり意味がなくて。 基本的にこれのはの海,海賊対策とかそういう名目でやる分には私は別にこうね呼んでもいいと思いますしなんかそこまでこう中国に気にしなくてもいいんじゃないかと思うんですけれども、まあ、基本的にバイデン政権、口では、ね、こであの間、バイデンさん日本来た時も台湾防衛するってことを言ったりと。 い,はい。う、まあ、防衛するとか軍事介入、イエスと答えたというところですごく積極的なんだの、なのかなと思ってたんですね。なので、当然今回のグリムパックでも台湾呼ぶんだろうと私は思ってたんですけども、ちょっとほら、それは本当に大丈夫なのかなっていうのが今の状況ですね。うん。うん、え、こういうことも含めての曖昧戦略なんですかね、アメリカと。あの、それが曖昧にしてこれ実はバーンと当日呼んだっていうのがこれが曖昧戦略だと思うんです曖昧戦略っていうのはやらないって意味じゃないですから。ええええ。ええ やるともやらないとも言わないって言ってしれっとやるっていうのが曖昧戦略なんですね。だからこの間のバイデンさんの会見で、まあ、あの、軍事介入をするイエスと答えた、これも曖昧戦略の一つだと僕は思うんですけれども、うん、これでただただ何もしないっていうのは曖昧じゃなくて、これはもう戦略的忍耐っオバマ政権の時に北朝鮮にやってたあれと同じことですね。はい、要は何もしないっていうのでは困るのでうん、うん、やはりここはしっかり、えなんですかね、もう、 オバ,マ政あのバイデン政権としての台湾政策っていうのをしっかりこれは確立して打ち出す。 ものとしてリムパックに台湾を呼ぶというのは、一つの選択肢だと思います、ね、うんこれあの、アメリカは議会の方が中国に関しては非常にいい強硬というか、まああの、きちっと対処しなきゃいけないんだということで、はい、これは超党派でまとまっているということも言われますが、だとしたら、バイデン政権は別にこう気にする必要がないわけですよねそうなんです。むしろこれ、例えば民主党が反対してるっていうんだったらわかるんですけども、これもずっとほとんど今、中国を非難する決議っていうのは、ほぼ前回一致。 共和党も民主党も,もうみんな揃って賛成している状況が、これ、ずっともうオバマ政権後期から続いてるんですね。これも議会の総意 つまりもう国民の相違っていうふうに見ていいんですけれども、これやはりその時の政権っていうのは、行ったり来たりという形になっているというのが、すごく今のアメリカのこう分裂状況ですよね。これ、アメリカはね今年中間選挙がありますけれども、どうなんですか、その辺を睨みながら、このアメリカが中国との間合いも考えたりなんかするもんですか考えますね、そこは一つの懸念材料ではあります。あの ある意味、今、中国に対するそのアメリカの国民の世論調査なんか見てると、中国に対して警戒する、嫌いだって意見って、もう私がいた頃に比べたら倍ぐらい増えてるんですね、7割、8割の人が言っているとこれ、ありえなかった話なんですけれども、そういう意味では、選挙対策で中国に対して強硬に出るって要素もありつつ、今、このアメリカの中でインフレがとんでもないことになっていると、さらには、その経済的にも、かなり今、 いろんな指標がまだ思うほど伸びてないとなってくるとじゃあやはり中国と何かこう経済的な方に傾くんじゃないかとか、はい、あと、まあ、あのバイデン政権民主党の中では結構多いのはその気候変動とかっていうのを重視してる人たちが多いので、うん、それでまあ中国と何かこうあの協力した方がいいんじゃないか。 またいつか来た道ですよね、に戻るんじゃないかっていうのは、すごくこのあの非常にこの中間選挙っていうのは、懸念材料ではあります確かに、あのトランプ政権下で始めた中国に対してのこの制裁の関税についても、一部見直すべきなんじゃないか、いや、見直しの動きがもう出ているみたいな報道が出てますよね、出てますね、まあ、これ、ある種、この関税がこの物価を押し上げてる側面はあるので、出るそ,のそういう話が出る可能性はあるんですけど、じゃあ、そんなんで関税 を撤廃してていいんでですすかって話ですねそもそもこれ、バイデン政権はと特に対中政策、対アジア政策、トランプ政権をしっかり引き継いでるので、はい、ならばそこはしっかりじゃあ、関税を撤廃するんだったら中国、これをちゃんとや,やるべきだというふうにやら,やらないと、やはりこれ、また足元見られてしまうということになりかねないですよねうん、えーまあ、リムパック、環太平洋合同演習の話から、アメリカの対中政策、東アジアの関与というところもお話しいただきました。